こんにちは、京子です。今日は編み物動画が撮れなかったので、短いおしゃべりをしたいと思います。といってもね、今日は次男の用事で一日出かけていました。途中ね、私の用事、夫の用事、いろいろまとめて済ませてきました。で、この季節になると夫と話すことなんですけれども、毎年4月がしんどかったねーっていうことでね、クラスどうなるんやろう、担任誰やろうっていうことがね、ストレスでした。特に私は学校の先生の家庭訪問の窓口は私ですもんね。で、小学校1年生の時、次男は学校に行きたくないって1週間ぐらいしてから言いました。それまでは楽しくね行ってたんですけど、で、スクールカウンセラーさんに相談したら、こうなるのはお母さんの愛情不足ですよって言われてね、ムカつきました。小学校3年生から完全に行かなくなったんですけど、その時のね、学年担任は、義務教育の時にね、学校に子供を連れてくるのが親の義務。それを果たさないお母さんは、近所の人に通報されて警察に捕まりますよって言われたんですね。もう訳がわからない。これはね、今日行ってきた海です。明石海峡大橋、ここでね、家族3人潮風に当たってすっきりしてきました。夫と息子は寒かった言うんですけどね、私はもうずっと行きたかったので満足で、潮風に当たってすっきり帰ってきました。なんかね、毒を落としてきましたよ。今度はね、もっと天気のいい時に、青空を撮ってきたいと思います。で、学校に対してね、私がこう好意的じゃなくなってしまった時期があって、その頃特に4月のね、担任が変わるっていう時はストレスでした。それで、小学校、中学校と終わって、今、やっとね、今日もね、夫と二人で米田コーヒーでコーヒー飲んできたんですけど、きつかったね、今まで、みたいな話をして。で、今はね、一緒に子供の状態ってどうなんかな、心理学の本を読んだり、一緒の本を読んだりね、発達障害の勉強会に一緒に行ったり、で、こういうことしてみたらよかったよとかいう話がやっとできるようになりました。まだ手探りなんですけど、私が今振り返って思うのは、もっとね、いろんな人に甘えたらよかったと思います。私お母さんだからしっかりしなくっちゃ、子供のことちゃんと育てなくっちゃとかね、子供のために私は生きるんだとかね。それが逆にね、子供を苦しめたかもしれない。わかんないですけどね。わかんないです。何にもわかんないですけどね。私がしんどかった。もうちょっとね、力抜いてよかったなと思います。ふんわりしてても大丈夫じゃん。ふんわりした方がいいような気もします。まだ答えも見つかってないし、結論も何にも出てないし、息子は、まだいろんな課題がね、たくさんあるように見えます。一人でね、買い物に行ったりできなかったり、宅急便の人が来ても出られないしね。で、いろいろね、できるようになりたいことがあるんだけどね。それはまあ、ゆっくり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 やっていけばいいかなって思っています。慌てない、焦らない、孤独にならない、頑張らない、頑張りすぎない。そんなことをね、感じる入学シーズン、始業式シーズンだなと思います。このしゅうちゃんの顔見てください。眠たっていう感じでね。ご飯食べて、
よく眠って、ね、それが一番大事。ご飯食べれる、よく眠れる、それをね、一番大事にして、生活していけたらいいかな。ちょっと支離滅裂ですが、今日はこの辺で失礼します。